今日は久々の出勤だ。あ、と言っても、久々の地上での出勤だ。という意味ね。地下ではいっぱい働いて、社長にまで登り詰めたからね。でも、やっぱり地上で働きたい。久しぶりに会社に戻ったら、さすがの野良くんも喜んでくれるだろう。みんな、おはよう。あ、富沢さん。1ヶ月ぶりじゃないですか。有給も取らずに会社に来ないから心配してましたよ。ごめんごめん。色々とあったんだ。とにかく戻ってきてくれてよかったです。ありがとう。 なんでとみさんが戻ってきてるんだ。地下の労働施設にぶち込まれたはず。じゃ、地下の労働施設はちゃんと辞めてこの会社に戻ってきたんだよ。なんでそんな簡単に戻ってくれるんだ。くそ、またとみさんと過ごさなきゃいけないのかよ。少しは歓迎してくれよ。ちょっとトイレに行ってくる。あ、えー、富沢が戻ってきちゃったよ。いいことじゃない？ 会社辞めようかな。そんなにこの会社を辞めて YouTuber になろうかな。そうすれば富沢とかからなくて済むし。急すぎないまずは黒猫アニメのチャンネル登録お願いします。お願いします。ってこれ退職と関係あるどうしても会社を辞めたいです。でも社長になんて言ったらいいんだ。うーん、それなら、最近流行りの退職代行サービスを使ってみたらなんすかそれ。依頼者の代わりに会社に辞表を出してくれるサービスよ。社長に言い出しにくい人とか、直接辞めることを伝えたくない人のために、本人の代わりに退職の手続きをしてくれるのよ。ああ 本人の代わりつまり、本人がその場にいなくても自首を出せるってわけか。そうよ。いいこと教えてくれてありがとうございます。本当に辞めちゃうの今日電話をかけて相談してみます。あ、もしもし、あの、今勤めている会社を辞めたいのですが。はい。退職代行のご依頼ということですね。では、お客様のお名前を伺ってもよろしいでしょうか。富沢です。富沢様ですね。今すぐに会社を辞めたいです。お願いします。かしこまりました。っへっへっへ。 退職代行サービスにこんな使い方があったなんてな我ながらいいアイディアだこれで富澤を辞めさせられる退職代行の代行サービスだ見てろよ富澤なんだ知らないアドレスからメールが来てる 退職代行サービスうちの社員の誰かがこのサービスを利用して辞めたいということか。えー、っと、なになにえー、富沢くん富沢くんが辞めるなんて。しかもこんな退職代行サービスを使うなんて。意外だな。退職理由は最近の給料が少ない。まあ1ヶ月仕事に来てないからね。PS こんなクソ会社潰れてしまえ。だってこんな乱暴な言葉を使う人間だったのか。ちょっとがっかりだな。まあ速やかに辞めさせよう。富沢、戻ってきたばかりなのにもう退職するんですね。何をわけのわからないこと言ってるんだ。え 社長がおっしゃってましたよは夢でも見たんだろいいから仕事をしろあ富沢くんいいよもう帰ってえまだ出社したばかりですよいや会社辞めるんでしょ今日も働かなくていいから荷物をまとめて出て行ってくれ何を言っているんですかこっちのセリフだよ今さっき退職代行サービスからメールが届いたんだよ辞めたいならせめて直接言ってくれたらいろいろ相談にも乗れたのにまあそんなことはどうでもいい早く出ていくんだちょっと待ってください私はそんなこと知りませんは何を言っているんだ野良くんさっきまで私仕事する気満々だったよねえ荷物をまとめて出ていくって言ってましたよ裏切るなこうやって。 荷物をままとめてましたんなんで野良くんの机から退職代行サービスのチラシが出てきたんだあまたやりやがったな社長こいつのいたずらですよい,いや僕は何も野良くん君は1ヶ月の謹慎処分でそんなーくそー、もう少しで富沢を退職させられたのにまた謹慎かよ謹慎生活4日目今日こそは絶対に富沢社長から引きずり下ろしてやるんだからなふむふむ会社は株を発行してますっとで株を持ってる割合が多いやつが会社を牛耳ってんだなってことはだ富沢が一番多く株を保有してるはずだからよし あいつの株を奪って売ってしまおうくくく楽しみだ富澤の株に関する書類手に入れようと深夜の会社に来てみたらなんじゃこりゃどんだけ厳重なんだよなんの遺跡だよ侵入者をやる気まんまじゃねえかえーっと床のあれ踏んだら上からでっかい玉が転がってくるしあのロープに触れたら壁が迫ってくるしいやもう警備員いらなくねあーやばい今気づいた暗いよ怖いよ高いよあいたたたた誰だねー<え>なんだ野良猫かアップねバレるとこだ よし罠を踏まないように足音立てないように抜き足差し足忍び足と楽勝楽勝ま僕くらいの大怪盗になればこれくらい余裕だよね君のハートも盗んじゃうぞさて目指すは社長室だで、なんじゃこりゃこんなのどうやって進めばいいんだよでもこんだけ厳重なんだ絶対にここに大事な書類があるはず絶対にくぐり抜けてやるからなよしふむふむ見えた まずは、左足を90度上げて、右手を背中に持っていって、左手を股の下に通して、上体をできるだけすらして、首も180度回転させて、くわ痛い痛い、痛いってばー、全身が悲鳴を上げるってばー。でも、僕諦めない。この状態で右足でジャンプかつ、3回転半どうだ僕にかかれば、これくらい遊飯しまえあ、しまった調子乗るからーどうしようどうしよう備員が来ちゃうなんてごまかそう誰かいるの しちゃってないかなって探してただけだからね決して泥棒じゃないんだからねういーコンタクトおじさんも一緒に探してあげるよ夜によって富沢。おじさんコンタクト探しの名人だからね小学校の頃コンテストで優勝したことあるんだからねどんなコンテストだよとにかく顔見られないようにしないと探してあげるから私と一緒に踊りませんかそれゴーゴーゴーほらお姉さんも一緒にこいつベロンベロンにやっぱらってやがるしかも僕が女性だと勘違いしてやがるぞうまく乗っかれば乗り切れるか <laughs> 私は結構ですわダンスは苦手ですねそう言わずにお願いだからそれともこの単調な音楽が気に入らないどうやって曲変えるのかなえいお尻音楽変えて音楽変えてよ逃げるなら今のうちかまあいっかお酒飲んだら大丈夫どっかお酒なかったっけさっきも接待で飲んでたんだけどねまだまだ飲み足りないわけですよ私お姉さんもいっぱい付き合ってよ私帰りますから一人でやっててくださいそれじゃあいたさっき体を無茶したせいでウーお酒どこ？ ーごめんわざとじゃないのよ私酔っ払ってフラフラしてるから奪われて唇を奪われてお願いだからセクハラで訴えないでね待て泥棒うわー何も奪えなかったし逆に奪われたのは僕のファーストキスだしそこまでだもう逃げ場はないぞどうせ人生どん詰まりだよでも屋上に追い込まれるのは想定してたんだからなアニメ見て勉強したんだこれで逃げてやるそりゃあれ進まないあわわわわわあでー,れーいたたたた生きてる僕奇跡的に生きてる でも、失ったものはでかい。帰って寝て忘れよう。くっそー、いい線いってると思うんだけどな。ボケ買って最近流行ってるし、高価なカードが出れば一攫千金だよね。うわ高いカードだとこんなにするんだ。ああ、最悪だよ。どうしたんですか親戚の子がボケかとやらにハマっていて、カードが破れてひどく落ち込んでいるから、今度代わりに買いに行ってあげることになって、面倒くさいなって。部長、それですよ。え 僕が目をつけた新たなビジネスはポケモンカードです。詳しいことはお伝えできませんが、僕に投資していただければ、会社としての利益は1000億は見込めます。数千億はい、そのために少しのお金と時間を投資していただけないでしょうか。うーん、内容を細かく聞いてないから何とも言えないが、もし成功した赤月には、良くんの上司である富沢君を昇進。社長、これは僕の発案です。成功した赤月には、僕を昇進させてください。その代わり、失敗に終わったときは、全責任を自分で取らせていただきます。野良くん、君の熱意に感動した。このプロジェクト、すべてノラ君に託そう。 親戚の子のためにポケカを買いに来たけど知り合いに見られたらなんか嫌だな特に野良くんには「いらっしゃいませ」はああの店員野良くんじゃないか何をしてるんだあいつは。 とにかく早いところ目当てのカードを探して買って帰ろうあ、このカードだありがとうございますお客様当店のご利用は初めてですかえ、はいでしたらポケカ保険への加入をお勧めしますポケカ保険はい、中古のカードを取り扱っていますので万が一偽物だった場合や購入時に見落としていた傷があった場合全額返金をさせていただくという保険になりますカードに保険がある時代なのかじゃあ入りますかしこまりましたではこちらの契約書にサインをお願いしますわかりました やっぱり野良くんの行動は怪しすぎる1週間会社へ来てないと思ったらポケカの店で転店用やっていた何か企んでいるんじゃないかいらっしゃいませこのカードは売りたいんですけどかしこまりました査定させていただきますネットで調べた感じだと3万円ほどになると書かれていたのですがうーんそうですね確かに価値の高いカードではあるのですが傷がついておりますので100円での買い取りになってしまいます100円そんなバカな落ち着いてくださいクラウドコレクターというのは完璧な状態のカードを求めるのですこちらの傷がついたカードですと需要がガクッと下がってしまうのでにしても100円ってお気持ちはわかりますなので店長には内緒で 500円ででで買いいい取りなんんてのはかかがでしょういいんですか僕とお客様のご縁ということでこのカードの価値は僕も理解していますたとえ傷がついていてもなんとか値段をつけたいという思いで500円まで引き上げますもし売れなくても僕が責任を取るつもりです。 店員さん売りますあなたに買い取っててもらえよしよしこのカードは傷がついてい,いようと2万円の値段は余裕でつくね。2万円で店頭に置こうバカな客でよかっためちゃくちゃ悪いことしてるじゃん悪徳業者じゃんさてもっと売り上げを加速させるために別の仕事もしちゃいますか怪しすぎる何何このカードが高く売れるのかよしよし自分で作ってやろうこれなら原価はほんの数円これを高値で売れば俺儲けだ偽装してるなんてやつだただの犯罪者じゃん店頭で売ったらバレそうだしネットでたくさん売ってやろう社長任せていただいたポケカに関するプロジェクトですが数千億の利益を出す 成功しました。本当か野良くん君を見直したよ。早速昇進の手続きだ。ありがとうございます。ちょっと待ったえ、社長こいつは不正をしまくって利益を上げました。こんなやつを昇進させてはいけません。何を言ってるんですか？負け惜しみはやめてください。これが証拠ですえ。なんでそれを彼はポケカを利用してたくさんの悪事を働いていました。このポケカ保険というインチキな契約書はその悪事のほんの一部です。くそーうむ野良くん君は降格だ。そんなー会社のために稼いでやったのに縮小富さんさえいなければー。 もう今日も残業かよ。こうなってるのも全部富沢のせいだ。あのハゲ、どうにかして社長の座から引きずり下ろしてやりたい。でも、どうすればいいんだうーん、みんなの意見を聞かせてくれ。富沢を気を落とす方法をコメントに書いてくれ。疲れたなうんなんだあれなんか落ちてる。探偵社のチラシか。あ、そういえば、最近富沢って退社時間が早いよな。まさか、不倫とかしてるんじゃ。もし富沢の不倫を暴けば、社長の座から引きずり下ろすことも可能じゃないかよし、いらしてみよう。<laughs> すみません。いらした野良です。野良さんですね。 この旅は不倫調査とのことで奥様ですかあい,いえ僕は独身なんでこの人の不倫を調査してほしくておお男性ですかその人は僕の上司でいつも僕に残業をしつけて自分は先に帰る悪い奴なんです後輩に残業をしつけて不倫をしていることは暴けばクビにできると思うんです真実はいつも一個やりましょう何ですか今の気にしないでください口癖みたいなものですはぁ、あ、とにかく行きましょう現場へ事件は現場で起きているんですよなんかいろんなの混ざってない 私の推理によると、容疑者はこのホテルに来るはずです。なんでわかるんですかこの辺は田舎なんで、ラブホが1個しかないんですよ。この街に、ラブホは1つ。送られますよ、コナンのファンに。にしても、あの外観のホテルで、あの値段は強気な設定ですね。ああ。新宿とか渋谷は、競合のホテルがたくさんあるので、価格をできるだけ下げようってなるじゃないですか。でも、ライバルがいない中では、強気な価格設定のラブホが経営できるんですよ。ラブホに詳しいっすね。ラブホって、ドア2つあるの知ってますえ、え屋ですかはい。ドアが二重構造になってるから、音が漏れないんですよ。 逆に言うと、ドア二つとも閉めてない部屋は、音が漏れてしまうんですね。皆さんも気をつけましょう。何の知識だよちょっと、へーってなっちゃったけど。ラブホの部屋に、ドアは二つ。1つですらなくなってるじゃん。あなたの決め台詞。真実はいつも一個でしょあ、容疑者が来ましたよ。ふふふ。君と会う日はいつも楽しみだよ。嫌だ、富沢さんたら、私もよ。暑い夜にしましょう。はっはっは。燃えるね。会社のストレスを忘れられるよ。キモいな、あいつら。しっかり写真に収めてやる。真実はいつも一個。 奥さんにはバレなさそうなのバレないさ。それに、今は嫁のことは忘れさせてくれ。あら、失礼。今夜は君だけを愛すんだ。私にとって、女性は君一人。なんか、真実はいつも一個、みたいなこと言ってません容疑者のくせにな、生意気だ。よし、証拠写真は押さえられた。ありがとうございます。真実はいつも一個さん。んそんな名前じゃないけどね。ラジオネームみたいじゃん。<laughs> おい、ドラ君。何ですか何ですかじゃない。なんだ、この写真は。会社中にばらまかれてるぞ。あ、はあ、何のことですかね調べくれるな。こんなことするやつ、君しかいないだろう。真実はいつも一個だ。 何を言ってるんですか僕は知りません。富沢さん、最低です。見損ないました。桃子くん、私は被害者なんだ。確かに不倫は良くなかった。でも、会社中に写真をばらまかれるなんて、ひどすぎるだろう。見損ないましたよ、僕も。君を元から見下しているだろう、私のこと。どうしてくれるんだこのままでは会社が反対するぞ。後輩に残業しつけて不倫する社長なんて、最低ですよ。君が残業しているのは全部君が悪いだろう。詳しくは過去の動画を見ればわかるぞ。 にしても不倫は最低ですよ。悪かったよ、今回のことは忘れてくれ。忘れませんよ。富沢さんが不倫相手に私にとって女性は君一人って言ってたことも。やっぱり君じゃないか、犯人は。なんで言葉まで知ってるんだよ。真実はいつも一個。野良くんは何てことしてくれたんだ。この写真のせいで部下が会社を辞めてしまったよ。ああ。 富沢が残業させるせいで今年はお花見すらできなかったなもう桜も終わりの季節なのに今日は休みだからせっかくだし一人で桜を見に行くかお金ないからこれくらいしかやれることないしなああこのチャンネルがたくさん見られたら僕も収益でお金持ちになれるのになみんな登録してね来ては見たものの人が多くて嫌だなあらノラくんじゃないお花見あっボブコさん休みの日にまでいつも一緒にいる人と偶然会うなんてアニメあるあるですね何を言ってるのノラくんは一人で来たのそうですよお金もないから桜を見るくらいしかできないんでそんな悲しい気持ちのお花見なんてあるよかったら一緒にお花見しましょうか えいいんですか食べ物とか奢ってくれるってことですよねずうずしいな私のお弁当でよければやったー僕も一応弁当持ってきたんでシェアしましょうとっても綺麗な桜だねもう終わりの季節だけどまだまだ綺麗よねいざ来てみたらいいもんですね日頃の残業のストレスを忘れられるノラくんは自分のせいで残業になってるんだけどねお腹空すいたしご飯食べましょうよこれ僕のお弁当ですえ白米だけ これに塩を少しまぶして水筒のお水をかけるんですよ。じゃ、じゃーん、水かけご飯何？それまずそう。お金がないからこれしか食べられないんですよ。いやいや。じゃあ塩むすびとかでいいじゃん。水かける必要ないじゃん。分かってないな。水をかけることによって、米が水分を吸収して少し大きくなるんですよ。お得でしょう。貧乏すぎる。水かけご飯は最高の貧乏飯なんです。食べます。私はいらないかな。美味しそうでしょ。まずそう美味しそうでしょ。まずそうって言ってるでしょ。美味しそうでしょ。 水かけロになってる。私は食べないから。日本の桜は綺麗だな。来てよかったですね。なんか変わった格好の人がいるな。お腹が空いた。何か食べるものあるか何がいいですか今買ってきます。あの、よかったらこれ食べます何やってんの野村くん。人に勧めていい代物じゃないよそれ。おおありがとうございます。日本人は優しいな。え、野良くん、ガッと言っちゃってください。うなんだこれは。やばいよ、怒られるよ。こんなにうまいものは初めてだ。えぇ、ー、あの、この料理は何と言うんですか水かけご飯です。水かけご飯。日本食。 寿司、そば、水かけご飯ですよ。適当なこと言わないの。おー、水かけご飯。これはどこのお店で食べられるんですか。あ、えー、っと。 お店では出てきません何じゃあどうやって食べればあそうだレシピ教えてくださいお金を払います <laughs> えレシピなんてそんな大層な3000億円でいいですか ?3000 億マジですか教えます教えます嘘でしょなんでこんなことにご飯に水かけただけで3000億ありがとうございます日本に来てよかった後日お金を振り込むのであとで銀行口座を教えてくださいお寿司を買ってきました悪いがそんなものはいらんえ水かけご飯しか口にしたくないんだ寿司はお前が食べていいぞえやったーありがとうございますなんかよくわかんないけど3000億円もらえるならラッキーあれから週か さんだったけど、あの富豪の人からまだお金が振り込まれてないな。早くお金欲しいし、電話番号を聞いたから電話かけてみようかな。おかけになった電話番号は現在使われておりません。はあ、使われてない水のかけ方を教えてやったのに電話をかけさせてくれないのかよ。<noise> こんなこと言ってる場合じゃないな。これ騙されたってことだよな。なくそー3000億円もらえるつもりで生活してたのに、僕のとっておきの水かけご飯のレシピを盗まれて終わるなんてお花見なんか行くんじゃなかった。せっかく3000億もらえると思ったのに。くそーあの石油を許さないからな。くそー僕の1万円返せよ。全財産だったんだぞ。 うーもうやだギャンブルも仕事も全くいいことがないよもう心入れ替えよう絶対にギャンブルなんてしない一生しないからな真面目に働いて稼いでやるんだからなうわー <laughs> といったもののうわーやる気しないノラくんちゃんと働いてよねうんやる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 気ゲージがマックスになったら働くからたまるの待ってゲージ割れててザザ漏れしちゃってるじゃないのこんなのでたまるわけないでしょそうだっけ手入れしてなかったからなもう、まあ、ノラくんちょっといいかな何今忙しいんだけどどこが 実はね、ここだけの話なんだけど今日行ってもらう取引先から頼まれちゃってだからなになんか税務署に目をつけられてるらしくて支払いを振り込みじゃなくて現金で手渡ししてほしいんだってだからこれこっそり取引先まで持って行ってくれないなにこれ 1>, ?1 億円いい一1億円だとし静かに取引先のためにくれぐれも内密によろしく頼むよおおう1億円が僕の手の中にこれはチャンスではこいつを元手でに一攫千金狙って競馬で一勝負だそれじゃ行ってきまーす ラのやる気ゲージが金色に輝いてる絶対何かあるわね <laughs> どのおまちゃにかけようかな3番猫パンチうーんいみようかな4番ストームキャッツなんと4連勝中こいつかな5番猫ウラうららえ100連敗中どんだけ負けてんだよ5番は絶対いにないから3番か4番4番は単勝で2倍かだったら4番でよーし1億を2倍にして大儲けしてやるぞ <laughs> えっと4番の単勝にチェックして1億円で馬券買ってとあとは出走を待をつだけ あードキドキするな最近ついてないし負けたらどうしようまあ4連勝してるわけだし4度あることは5度あるって言うし今日から僕のラッキーナンバーは4番に決めたし誕生日は4月44日にするし大丈夫でしょうお願いだよ4番ストームキャッツちゃんってあれ目がおかしいのかなどう見ても5番猫ネコウラルかってるなんでダメ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 ない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 まずいってばえ5番って単勝1,000倍なんてこった勝てば1,000億円あいやありえない来るはずがない 今これを見てる人が全員チャンネル登録して登録者が1,000倍になる以上にありえないもうダメだ <laughs> でもこうなったら全力で応援するしかないよね万が一ってこともないけどさあ始まった頑張れー5番頑張れーほらやっぱり4番だよこのまま勝っちゃうんでしょいや待てよ5番が後ろから来てるぞぐんぐん追い抜いてくるぐん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 いけいけー頑張れー先頭の4番と並んだ抜けいけいけってばー来た来たんじゃないの来たー 一等五番猫占1一0億円だマジ奇跡これだからギャンブルはやめられないのよねシャーあ,あ僕の1 0億円の馬券ーンギプ食われた1 0億円食われたなんだよこのジェットコースターみたいに上げ下げはもうこれだからギャンブルは絶対にやめないけどねあ取引先どうしようとりあえずみんなが破った馬券を詰めてこれでよしバレるかどうか1かバチかの賭けだ僕の1 0億円を返せよ ああ、仕事は退屈だし昼食は水かけご飯だし嫌になっちゃうよなんかいいことないかなあそうだ会社の冷蔵庫に何か食べ物あるか探そうたまには水かけご飯以外のものを食べたいしこんだけ残業してるんだから食料の一つや二つ盗んでも罰は当たらないだろう卵と白米くらいしかないじゃんしけてんなこの会社の冷蔵庫はまあでもこの二つがあればチャーハンくらいは作れるかよーしレッツクッキングチャーハンなんて久しぶりに作るな最近は水かけご飯しか食べてないからな楽しみだムラくん何作ってるの チャーハンです。も子さんもよかったら食べます野良くん料理なんてできるんだなまあ食べてみてくださいよ僕のおごりです誰の卵と米なのか知らないけどいただきますうんめっちゃ美味しいこれはうまいこんなうまいチャーハンは初めてだそんなに言ってくれるなんて僕も嬉しいですいや本当だよ野良くんにこんな才能があったなんてそしたら僕は今日からチャーハンを作る係になります他の仕事はしません調子に乗るなまあでもこれだけうまいものが毎日食べられるなら社員の意識も上がるかもそうですよじゃあ1週間だけ試しにそうしてみよう やったーこれで退屈な仕事から解放されるぞしかもこれって食費を会社の経費にできるってことだよなめっちゃくちゃいいじゃんそうだ僕がチャーハンを作っている様子を YouTube にアップしよう広告収入も得られたりなんかしたら一石二鳥いや三鳥だみんなはついでに黒猫アニメもチャンネル登録してね <laughs> えちょっとノラくんなんですかノラくんのチャーハンの動画すごいバズってるよ100万回も再生されてるえマジすかただ会社でチャーハンを作ってるだけなのにあ電話だもしもし あのこちらの会社に野良さんという方はいらっしゃいますか僕ですけど、おお、野良さん、私、出版社のものなんですけども、何の用ですか野良さんの YouTube の動画を拝見させていただきまして、ぜひ、うちから料理本を出したいと思いまして。料理本あの、悪いんですけど、僕、チャーハンしか作れないんですよ。それでいいんです。チャーハンだけの料理本を出してほしいんです。それ、需要あります絶対におります。じゃあいいですよ。出しましょう。ありがとうございます。<laughs> 野良さんにとって、チャーハンとは白米を卵と一緒に炒めたものです。なるほど、深い。深いか ではチャーハンを作る際のコツはありますかフライパンを思いっきり振ることですほう嫌いな上司の顔を思い浮かべて八つ当たりする感じでフライパンを思いっきり振るそうするとご飯がパラパラになりますなるほどありがとうございます <laughs> ううう余命宣告通りなら私の命はもう明日まで楽しい人生だったただ最後に美味しいものを食べたい任せてくださいおばあさん僕がチャーハンを作りますチャーハンあんまり年寄りにチャーハン振る舞わないと思うがのう いいから寝ててください人生で一番の味を提供するんで噛めるかの富澤の顔を思い浮かべて思いっきりおラおラもう少し静かにできないかのーい、お待たせチャーハンいっちゅがり私の話は全然聞いてくれないのかねまあでもせっかくの若者の優しさじゃ受け取っておこうんなんだこの味は今まで人生で食べてきたどの料理よりも美味い毎度ありーなんかあと3年くらいは生きれそうじゃ よっしゃだいぶ稼げたねこれだけの金があれば、当分の間満足いくまで水かけご飯が食べられるぞ早速、米と塩を買ってこよう結局チャーハンより水かけご飯が一番なんだよね贅沢に天然水でもかけちゃおうっと僕に料理の才能があったなんて意外だねいつも水かけご飯を丹精込めて作っているおかげかね ああ、今日も営業か営業先の担当は全く僕の話聞かないから契約なんて取れっこないしもう疲れちゃったよなのに食べ物は水かけご飯しかないしたまには違うもん食いてえよみんなはご飯に何かけて食べるのよかったら教えてあと実物送ってチーズ。おはよう野良くん富沢部長がお待ちかねよチン 野良くんにお願いがあるんだけど断る絶対にやらないそういわず頼むよお願いだから気持ち悪いね話だけ聞くからまとわりつくなしお願いってのはね、野良くんが担当してる営業先ね新しく担当になった人がものすごく優秀なんだってだから極めて慎重に対応してほしいんだいや、だったら自分で行けよ野良くん、今自分で行けよって思ったでしょ聞くそうだよね、でもごめんねこれから社長と会食の予定があってね、海鮮丼行くんだってご飯に海鮮を乗せるだっとう、うん、そういうわけだからよろしくね。 君もお仕事頑張れば毎日でも食べれるようになるわよ。しょうがないな。行くとするかしっかりね。お世話になってます。こいつが富澤が言ってたやつか優秀には見えないけどね。私が別部署への移動が決まりましたね。彼へまだ慣れないからビシバシ教えてあげてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、私は引き継ぎ業務がありますんで、あとは頼んだよ。はい、あの名刺交換させてもらってもよろしいでしょうか？もちろんです。初めまして。野良と申します。頂戴いたします。初めまして。この度、新しく営業担当になりました。私、元市議会議員で全株式会社猫の会代表取締役第15代猫。 名オ長および名誉駅弁開発部長、地元猫宅を元気にしようの会会長。え、肩書き長くないオンラインサロン、猫目愛運営代表、元キャット48、応ーエ団長。まだ続きます肩書きいくつあるんです現猫色クローバーキャット、応援団長、現猫坂48、応ーエ団長。あの、聞いてますコンビニ行っていいかな元弁護士元猫田大学、猫学部教授、元猫川小学校、および中学校、並びに高校校長。 まだ肩書き言ってる第1回猫ワングランプリ優勝第3回猫コ,コンブランプリ受賞どうしよう終わりそうもないこの時間もったいないからみんなチャンネル登録よろしくねなんて宣伝する時間にしてみたよ元猫タククギ会員 e スポーツバーチャルキャットファイター優勝ダメだ眠くなってきたちょっと寝ていいかなおやすみくかーうわーよく寝た もっと地元猫宅を元気にしようの会会長もっともっと地元猫宅を元気にしようの会会長まだやってるあーもう嫌だ毎日営業に行ってお疲れみたいね知ってる世の中には自己紹介で肩書きを言うだけで3時間もかかる人間がいるんだぜ何それいるわけないでしょいるんだってお疲れちゃん どう営業先の新しい担当は肩書きを言うだけで3時間かかる担当のこと毎日毎日本題に入る前に肩書きをすべて言うところから始まるあの担当のことそんな人いるわけないでしょもう野良くんってば冗談ばっかなんだからアハ <laughs> 何なんだよあのバカみたいに肩書きが長いやつのせいで営業に行くたびに僕の産業時間が増えるんだよその分僕の睡眠時間が減るんだよやってられっかそうなの大変だねそれじゃ今日もお願いね今日もだとか あれ野良くんダメです気絶してますちゃんとご飯食べないからだよあ名刺が落ちてるきャーどうしたのきャー今日もまた残業だみんなも自分の肩書き教えてね一つでいいからね無理じゃないからねああ、えー、やっと今日も終わりだ早く帰りたい頑張ってるかね野良くん。まあ、富澤さんまた残業させる気ですかそんな人を悪く言わないでくれ久々に君たちと飲みにでも行こうかなと思ってここに来たんだよ富澤さんのお金でですか うんそうなんだけどもう少し言い方あるよねさらっとおごりたいからこっちも連れて行っていただけるの嬉しいです行きたいですよし行くか <laughs> ハイボールもう一杯メガネお願いしますちょっと野良くんさすがに飲みすぎじゃないか何杯目だそれいいんすよ自分の金じゃないからお酒にありつけるなんて何ヶ月ぶりだまた連れて行ってあげるから今日はもうこれくらいにしておきなさいそうよ野良くんそんなに酔っ払ったら帰り道危険よ明日出勤できなくなるまで飲んでやるんだ富澤さんのお金でお金はいいんだけど出勤はしてもらわないと困る 仕事したくねえよお前はいいよなハゲ座ってるだけで金持ちになれるんだからちょっと野良くん酔っ払いすぎよ野良くんの無礼な態度には慣れすぎてるから別にいいんだけども酔っ払いすぎてるのは心配だなもう出ようごちそうさまですもう一軒行きましょうよ行かないよもう帰りなさい明日も仕事だぞ仕事なんか行かなくても誰かがやってくれるでしょ大丈夫野良くんおい痛ぇじゃねえかどこか見て歩いてんだよガキごめんなさいほら迷惑かかってるからおいこコてめえだろぶつかってきたの謝りもしねえのかえ誰ですかあんた すみません彼久々に飲んで酔いすぎてて許してくださいこいつに話しかけてんだよおらんとか言えよえ何ですか急にやるじゃねえか痛い目見ないとわかんねえみたいだなあったグッいいパンチ持ってるじゃねえか体がフレフレするなちょっとノラくん何やってるのおい何やってんだよてめえらここはうちの島だぞ騒がしくすんなちょっとまずいよなんか違う人も来ちゃったよ早く逃げようおいてめえ何してんだよお酒を飲んでただけですもう一軒行きます一緒に行きますか調子乗んなよ うわーよいしょくわてめえいい度胸してんじゃねえかよすみません許してくださいちょっと酔っぱってるだけなんです <laughs> まずいよヤンキーもハングレもヤクザも右翼も左翼もみんな来ちゃうよおいコロラ、てめえかうちの島でゴタゴタやってんのはあやばあれ多分本物の怖い人だえっ何すかノラくん何やってんだよこの人だけはマジでやばいよダメだモブコくん我々は逃げようえ 野らくん置いていくんですか仕方ないだろ仲間だと思われたら冗談じゃない。そんなん、あんまりですよ。私は彼にひどいことをたくさんされてきてるしね。一回置いていくくらい許されるでしょう。ちょっと、もう、私も逃げよう。気をつけて帰ってね。えもう一軒。<laughs> うっ、頭痛い。うつか酔いか。あれ富沢さんとブ子さんはてか、ここどこすみませんでした。すみませんでした。二度と逆らいません。え何すか昨日あなたにボコボコにされたじゃないですか。え こんな強い人初めて見ました。全然覚えてないんだけど。路上の伝説というのはもしかしてあなたのことですか路上の伝説まあなんかかっこいいから僕ってことで。にしてもあの二人僕のこと置いて帰るなんてひどい上司だよ。<laughs> おはようございます。あ野村くんごめんね昨日は無事に帰れた何言ってんすか僕は路上の伝説ですよ。はあ、無事そうなら何より。村くん昨日は悪かった。あ出たなトミゾ愛い部下を置いていった罰をこの路上の伝説が拳で叩き込んでやる。 ヘて？<laughs> これがロジの伝説野良だ。まあ今回はこれくらいに研究処分だえオフィスで普通に上司を殴ったので研究処分ですそんなクソロジオの伝説になっても、権力には屈にするしかないのか誰か僕に権力を握にるいい方法を教えてくれアルバイトから収穫する方法ないかななんだこのお金を受け取って届けるだけで3万円なんておいしい仕事はでこれが噂の闇バイトか !SNS で堂々と募集してんじゃねえしそうだこれだ SNS 見て応募したよ僕にそのお仕事やらせてこれでよしとあとは富澤に日本から闇バイト撲滅させたら昇格 OK だよね野良くんが闇バイトをようやく正規に目覚めてくれたんだねもちろんいいよよしよしあとは闇バイトの返事を待つだけ公園に来い来た今すぐ行くよ <laughs> 応募したのはお前だなはい野良と申しますよろしくお願いします早速今日の仕事だ老人の家に行き金を受け取ってこいなるほどご老人を騙して金をぶんどるのか余計な詮索は不要ださもなくば消されるぞ そのままお前に渡せばいいんだな。だが、断る。では、3丁目の老人の家に、で、て断るのかよ。そんな下っ端な仕事やってやれっか、やみばいとおに僕はなるんだ。裏社会をのし上がるだとバカユうナと言いたいところだが、こいつ、本気の目をしてやがる。こいつはやると言ったら何があろうがやる。その覚悟がある男なんだ。何言ってるのか意味わからないけど、一番偉いのに取り入るから、紹介しろ。 すまないが、俺は一つ上の人間の連絡先しか知らない。俺が捕まってもトカゲの尻尾のように、切り捨てれば組織に被害は及ばないからな。そもそも誰もボスの正体を知らないんだ。だったら一つ上でいいよ。そこから辿っていくから、紹介しろ。その後、紹介してもらったやつから、チームの入団試験を受けたり、ボスの娘を守れと命じられたり、強豪の闇バイトチームとバトルしたりして、無駄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 徐々に信頼を勝ち取ると、上の人間の連絡先をゲットしていった。そしてついにボスにたどり着いたのだった。お前がボスだな、お前のチームは僕がもらう。 ついに私の正体を知る人間が現れようとはな。だが、ちょうどいい。娘と一緒に消えてもらう。お前を倒して、僕が闇バイト王になるんだで、ちょろろろろろ。また電話だ。マンダムよ。ムダ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 。うけや。こうして僕は闇バイトのボスになった。でも闇バイト王への道は遠い。日本にはびこるすべての闇バイトを撲滅してこそ、僕の目指す闇バイト王なのだからというわけで、闇バイト撲滅作戦を実行する。はい。はい。 作戦はこうすべての闇バイトのボスにメールを送るあなたのキャッシュカードが悪用されています新品と交換するのでここに来てくださいとな。そこに警察を呼んで一網打尽にするのねその通りださあ一斉にメールを送信しろはいママ <laughs> まあまあと集まりやがったな。おい新しいカードを早くよこせいつも自分でやってる先に自分が騙されるなんてバカなやつだぜあとは警察を待つだけな来たー警察だ動くなさあ全員逮捕して闇バイトを撲滅するんだそして僕は闇バイト王に 逮捕するいや僕じゃなくて僕以外の全員を黙れ署まで来てもらおう無駄逃げてあんたは闇バイトになる男だこんなところで終わるんじゃないお前らすまない待て <laughs> うん。全世界に手配書が出回ってしまった闇バイトをのって僕アルバイトこれこれこういった事情で野良くんは闇バイトではなくてただのアルバイトでして誤解なんですうん。野良くんの指名手配が解けたみたいだし連絡してあげようと野良くん帰ってきて大丈夫だよメールだ大丈夫だって お背先だろ。帰ったら逮捕するつもりだ。絶対に帰らないからな。なんでいつもこうなるの。いいアルバイトを紹介してくれる人はコメントに書いてくれ。今日はどうやって上司をクビにしよう。頼んどいた？コピー終わっただかこれからだけど、派遣社員なんだから指示されたことくらいちゃんとやってくんねー。えとあはい。あのなんか雰囲気変わった。あた私もいつか都会に行って港区女子になるんだから、そのために旅行練習だあ。そう。でも引っ越し代貯めないといけないのに、最近電気代が高くてそうだ。これだ。<laughs> 富沢アメリカ統括3時にヤンクロソフト ceo との会合。 6時にはホワイトハウオーケーオーケー Today もベリービシだねでも私いず頑張っちゃうよ全部キャンセルして駅前留学した方がいいかもですね君がミスター・トミザだね私はだ CIA だ !CIA? トミザさん何やらかしたんです何もしてないよ誤解させてすまない君を CIA にスカウトに来た私をなんでまた君がスカウトリストのトップにいるからだどうだ ?CIA で副業する気はないかいやるやる映画みたいに大活躍したいでは初仕事に行くとしよう 君が慣れ親しんだ東京でね東京どんな仕事なんだろうドキドキしちゃうなあの今日の予定は何 <laughs> で,でいきなり電車の上これも CIA の仕事の一つだ。それに映画みたいに活躍したいと言ったのは君だよ。言ったけど、戦闘車両に CIA の裏切り者が乗っているんだ。悟られないように近づくぞ。思いっきり目立ってますけどしかも思ったより、風圧強いんですけど、私、飛ばされちゃう。耐えるんだ CIA だろう。そうだ、私は CIA なんだ。これ、式のこと、を。ジャフ どうした空き缶が飛んできた。誰かがポイ捨てしたんだな。ギャー大丈夫か大丈夫。なんかタルが飛んできただけ。どこかにドンキーコングがいるのかも。気を抜くなよ試合ユだろう。はい。うわー富沢返事をしろ富沢 <laughs> すみません。まさかタルキのお物が飛んでくるなんて。誰にでも失敗はつきものだ。次は成功させよう。裏切り者を捕まえるんですよね。ああ。対象が日本でテロを起こすと、情報が流れているんだ。証拠をつかみ次第確保する。了解です。しかし、東京は人が多いな。 見失わないようにしないと、あ、キャバクラに入りました。どうぞ。<laughs> もう飲めません。飲むんだ、CIA だろ。あなたも飲んでくださいよ。酒は飲めん。だが、キャバクラで酒を飲まないのは、目立ってあいつにバレてしまう。わかりますけど、おかわりいかがですいや、もう。もらおう。ありがとうございます。ささ、どうぞどうぞ。もうダメだから。<laughs> あ、それ、それ、それ。社長さん、素敵でしょでしょ。もっと踊っちゃう。おい、あんまり目立つな。一緒に踊ろうよ。やめろ。あ、対象が店を離れる。 私たちも行くぞ。ええー、もっと飲みましょうよ。いいから行くんだ。あ、領収しようください。宛名はペンタゴンで。<laughs> パソコン取り出した、いよいよ、動き出すのか。一体何をするつもりなんだ噂によると、発電所を爆破するとかなんとか。まさか今ここで遠隔操作するのか。大変だ、止めないとでも、どうやってきっと発電所に電力を逆流させるに違いない。そそれじゃ、電気を止めれば。おい、どこに行く私が東京を救ってみせる。あなたは、あいつの確保電気を止めなきゃ。せいや、えいや、えや。うわー。きっとこれで東京は救われたさ。ミスター富澤、富ミ お前がお前こそ CIA だ確保するえ何ですパソコンでエッチな動画を見てるだけなんですけど何だってそんなはずはくくくここまでうまくいくとはペンタゴンをハッキングして CIA のスカウトリストに富沢の名を載せ偽の情報を流しただけなのに <laughs> 君のおかげで港区で大停電起きちゃったよどうしてくれるの申し訳ございませんまさか偽情報に踊らされたなんて港区にあるすべての企業から損害賠償を請求されてるんだからね責任取ってもらうよクビですか当たり前でしょそんな 待ちとまえまさか私を対応するつもりじゃそんなことするかよ相棒君が停電を起こしてくれたおかげで助かったんだからなでもテロは嘘だったんじゃ実は港区にある大使館で事件が起きていたんだはあ君が停電を起こしてくれたおかげで犯人確保のチャンスが生まれたんだ君はヒーローだよ大統領も感謝しているんだ今度一緒にキャバクラ行こうとも言っているぜ大統領とキャバーそそういうことならば昇進決定君には宇宙統括取締役になってもらうよこれで野ラ君にはバカにされないよね私の過去の昇進ストーリーも見てね 今日はどうやって昇進しようふき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 綺麗にしましょうね。うふピッカピカ。おい聞いたか取引先が保険金の水増し請求してたってよ。知ってる知り合いのとこにも警察来たみたいだぜ。そうだ。 これだ失礼します。社長室の清掃は自分でやるからいいよ。本日はお願いがあってきたのさ、僕に新事業を任せてくれない何新事業って世の中をクリーンにしよう。不正を働く会社撲滅ビジネスです。ええ、面白そうだけど、それって儲かるの確実に儲かりますもし成功したら僕を昇進させてください。うーん、分かった。成功したらだよ。やったー。頑張るぞ。SNS で調べたらこの会社が不正を働いてるらしいぞ。お掃除開始だ。不正業者を駆逐してやる。いいから適当に書類作って、助成金もらっちまえばいいんだよ。ただしバレたらクビじゃ済まねえからな。そこら前、不正はやめる <だ>何者だ通りすがりの名もなき清掃係うがけりさ、その名も社会の掃除に乗、なれ名前あるんじゃねえか言葉のあやったやつだ御社の悪事はまるっとお見通しだ勘弁しろちバレちまったもんはしょうがねえてめえには消えてもらうおっと、今僕に手を出してみろ今の会話を録音したデータが一斉にネットで拡散されるぞそうなったら御社もお前も終わりだくそー さすべての証拠を出せ僕が警察に届けてやる。終わった。うーんいきなり大成功だね。まずは一社完了っと。お掃除気持ちいいな。よーし次はあの会社だ。何やら粉飾決済してるって掲示板に書いてあったぞ。お掃除開始う社会のお掃除人野良参上。お前の悪事はえ誰もいない。あのー、すみません。掃除に来たんですけど返事はないようだ。だったら証拠だけもらって帰ろう。えー、っと粉飾決済の証拠ってどれなんだそもそも粉飾決済って何なんだわからないから全部もらって帰るか。よいしょよいしょっとこれでよし。うう 掃除人だから掃除係のふりしての泥棒今すぐ通報しなきゃいいのかい捕まるのはお前だぞ聞く御社の悪事はお見通しだよ証拠は全て警察に届けるからそれじゃあれ通れないごめん後ろから押してくれない ここまで順調にいくとはね、気付けば部下ができちゃったし、昇進間違いなしだ。で、次の会社は決まったははい、ネットで話題になってる企業があります。不正受給やタイムカードの偽装、保険金の水増し請求、さらに生産地の偽装などなど、ありとあらゆる不正を働いているようです。そいつは掃除の違いがあるぜ。どう社会のお掃除に野良す参上。お掃除屋さんですかよかったらお茶いかがですかあ、い,いえ、結構です。なんか調子くるうな。まあい、い。王社の悪事はまるっとお見通しだ。観念しろ。悪事と申しますと、知らを切るつもりだな。さまざまな不正を行ってるだろう。うちがですかおっおっおっお 様に顔向けできないようなこと一切したことはございません。 なんて手強いごれだ絶対にきれいにしてみせるだって証拠はあるんだからな証拠とは PC をハッキングして手に入れた証拠だよ私が古い人間でしてね未だにそろばを使ってるくらいですよえそうなのでお掃除はまだですかなこれからだからどこかに絶対に証拠があるはずだしお葬式と言いながら散らかさないでくださいあったこれだそそれは金の延べ棒所得隠ししてやがったなそれは違う先祖代々伝わる隠し財産なんじゃ言い逃れするんじゃないこいつを警察にとどけるからなお前のせいはここまでだ野良くん君のおかげでわが社の業績が 急激に上がったよ。えへへ一日5件のノルマを貸してお掃除に行ったからね。社会は綺麗になったし、もちろん昇進も決定だろうし、気分いいよね。うん、明日から掃除係ではなくて、どうも警察です。君、ちょっと署まで来てくれる。僕が何をした？何したって企業への脅迫、不法、侵入、窃盗などなど身に覚えあるでしょ。ちょっと待って世の中を綺麗にするためしたまでで。だからって警察に届けて欲しくなかったら5億用意しろなんて脅したり奪った金の延べ棒を売却したりしちゃだめだよ。野良くん売り上げっていやだって。そうしないとお金にならないし。あと君の部下がネットに嘘。

今日はどうやって会社で昇進しよう最近痴漢盗撮撃退してる動画にハマってるんだよねあ、そうだこの方法なら昇進できるはずここは痴漢と盗撮で有名な最強戦僕がこの手で変態野郎を主人逮捕してやるんだそしたらヒーローになるし昇進も夢じゃないキャロキャロどこかに捕まえやすそうな変態野郎はいないかなグフふいいねいいね見つけた お前堂々としすぎだろ。お姉さんも気づきなよ。でもあいつ弱そうだし、ちょうどいいよーし、盗撮を録画して証拠として突きつけてやる。いいぞいいぞ。もっと取れ。もっと取れいいね。いいね。いいぞいいぞえ。ゆうゆう完全に気配を消してたのに、まさか気づかれるとは思わなかった。でも今度こそ決定的な瞬間をカメラに収めてやる。さわさわさわあいつ今度はお尻触ってるぞ。たまんねえ。変態野郎は熟女好きなんだな。いや。熟女であっても女性は女性だ。反抗の様子を撮影しなきゃぐふふいいお尻だ。いいお尻だ。いいぞ。いいぞ もっと触れもっと触れーー近いよち<っ>逃げられた追いかけなきゃ誰か警察呼んで警察 しまった警察呼ばれたら僕が主人逮捕できないじゃないか。止めなきゃ。警察待ってください。警察だけは勘弁してください。ほらこれ僕の名刺絶対に僕が犯人を捕まえるから警察は呼ばないでね。待てー変態とやろう。くそーあいつ逃げ足が早いな。どこ行ったんだぐふふいたよーし僕があいつを捕まえてヒーローになるんだ。あの子に決めた僕にはあいつの考えが手に取るようにわかるぞ。あいつまたやるつもりだ。いいだろ。だったら撮影するまでだ。どっちキゃー 決定的な瞬間取れたし、今が逮捕のチャンスだ。そこの君なんですか？私は何も知りませんよ。知らばっくれても無駄だ。お姉さん大丈夫？ええ、えー、安心してください。全部僕が隠れて撮影してたんでえ、隠れて撮影え、あれ、どこかで見た唇だと思ったら富沢の娘じゃね。上司の娘を助けたんだし、もう売れるぞ。あそうだ。変態野郎を捕まえないと逮捕だ。変態。ああれどこ行った？逃げるなんて卑怯だぞ。変態野郎大丈夫ですか？助けてください。この人変態です。いや僕じゃなくて。<laughs> 何すんだよやっと捕まえたぞ変態男さっきから怪しい動きしやがってずっと追いかけてたんだだから僕じゃなくて人違いだってどこがだよ俺が見た姿そのままだぞそんなに寝てたでも違うんだってお前名前はノロだけど何かやっぱりお前じゃないかお尻触った女性に名刺渡して警察を呼ばないようお願いしたらしいな甘いんだよ違う違うあれはそういう意味じゃないから黙れだ変態このまま警察に突き出してやる本当に違う だってあっそうだ証拠に撮影した動画もあるから盗撮もしてやがったのか絶対に突き出してやるだから違うんだってというわけで勘違いされて疑いが晴れるまで拘留されたのでしばらくお休みをもらってましたへえ。 何へーって大変だったねとかあるじゃない富沢さん、野良くんと席を100メートル離したいんですが。なんだよ、それ。勘違いだったって話をしただろえ、ふだから怪しいと思ってたのよね。いいですよね。いいよ。いいのかよ。ありがとうございます。おい、僕の話を聞いてたよな。五人逮捕だったんだ。野良くん、我が社のイメージもあるからさ、おとぼり覚めるまで降格ね。それでも僕はやってない。ミイラ取りがミイラになるって笑えないよ。富沢くん、話があるんだが。何ですか社長。このグローバル化が進んだ世の中で、我が社も海外進出を考えている。なるほど。そこで、富沢くん。 海外へ営業へ行ってくれないか私がですかこの人ダンボールの家に住んでるんですよ。そんな人でいいんですか余計なことを言うな。行きます。行かせてください。では、任せたよ。はい。これはダンボールハウスから抜け出すチャンスだ。絶対に結果を出すぞ。海外か、どこに行くのかな。行きたい国がある人はコメントで教えてね。<laughs> 今日はいよいよ海外出張の日だ。なのに、ゲホ、ゲホ。どうやら風邪をひいてしまったようだ。こんな大事な時に、仕方ない。野良くんに代わりに行ってもらおう。あれ、富沢さんから電話だ。もしもし野良くん。 ダンボールの家なのに電波通るんすねそんなことどうでもいい頼みがあるんだ風邪をひいてしまって今日からの海外への出張に行けそうにないんだそれは大変ですねだから野良くん私の代わりに行ってきてくれないかえいいですけど僕英語全くわかりませんよ大丈夫だから頼むわかりましたでも休日出勤なんでちゃんと手当て出してくださいよわかったからご頼むハローアワイユーだめだなんか入国できなさそう言葉が全く通してないなとりあえず知ってる英語を喋ってみるしかないか This is a pen. なんか険しい顔で見られてるな How are you? No! 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 テロリスト I'm Nora! I go! 出張 OK? <laughs> うぅ、空港でテロリストかと疑われたけどなんとか逃げ切って営業先にたどり着いたぞ正直、もう疲れたな Hello! How are you? I'm fine! Thank you! This イズアペン What? This イズ p e ン I'm Nora pen? Oh! There's no pen! Funny! なんか笑われてるなこの取引は無理そうだな Let's make a deal! Because you're funny! Se-Thank you! なんか紙渡されたけど帰るって書いてあるのかなおとなしく帰るか次の営業先に行こう <laughs> Hello! This is a pen! I'm Nora! Funny! Bye! また同じパターンだよ何言ってるかわからないし渡された紙にも何が書いてあるかわかんないとりあえずあと何箇所か行かなきゃいけないのか どうせ契約なんか取れないし、適当に知ってる英語喋って帰ろう。ハロー、パドゥン、レッツゴーファニーハロー、I have a pen!I have an apple! アポーペン !PPAP! ああ、けっきく3,000件の営業先全部で何言ってるかわからなくて、適当に喋ったら笑われて、最後に紙を渡されて終わったな。何書いてあるか読めないし、どうせ持ってても意味ないから、捨てて帰ろうまあ、契約は取れなくても、給料はもらえるしな。どうでもいいや。<laughs> 野良くん、海外への営業はどうだったかね契約はゼロです。何言ってるか一つも分かりませんでした。やっぱりダメか。風邪をひいた状態の私が言った方がマシだったかな。富澤さんが言っても、ハゲを笑われて終わりですよ。きっと。休日手当て出さないよ。そんなこと言うなら。嘘です。いッツジョーク。何がジョークだ海外の営業先で気の利いたジョークの一つで見えてたら、一件くらい契約できたかもしれないのに。いつかリベンジしますよ。英語を勉強して。絶対しないだろ。それこそジョークだ。海外は疲れたな。でもいつか世界の全大企業と契約してみたいな。そしたら大金持ちになれるのに。 こういうい英語でなんて言うんだろうアイ・ウォント・ウルトラ・マネーマン。当分は日本にいよ。今回は契約取れなかったけど、いつか全世界の企業を買収してやるんだからね。社長、お疲れ様です。どのようなご用件でしょうか忙しいのに悪いね。今度は我が社の社運をかけてコンペがあるでしょ。ぜひ富沢君にお願いしたいと思ってるんだけど。私ですかぜひやらせてください。それじゃあよろしくね。大事なことだからもう一度言うけど、社運がかかってるからね。絶対にしくじらないようにね。ははい。 でもうまくいけば出世間違いなしだから頑張ってはい引き受けちゃったけどプレッシャーきっついなでも出世したいしそうだ野良くんに資料作ってもらおう成功すれば私のせいか失敗したら野良くんのせいでいいじゃないよし野良 <laughs> くんえ<ー>今度のコンペ君に任せたよなんで僕で頼んだよ頑張ってちょっと待てよ大変な仕事引き受けちゃったわね会社の未来が野良くんの方にかかってるわよふざけるなよ勝手にそんなの乗せるな <laughs> それじゃ私は帰るからまずは資料作成から頑張って ななんんだよ。今日は早く帰って黒猫アニメの投稿を全裸待機するつもりだったのにもうやだ会社なんか知ったことか僕帰るいや待てよ資料なんてパパって作れんじゃんそうキャット GPT ならね AI に作らせれば時間になるしまあ僕が作るより出来は悪いだろうけどどうせバレないしえっ、ー、と指示はコンペに絶対かつ資料を作ってくださいっとはい頑張ってねって、もうできたたったの3秒かよカップラーメンより早いのかよさすがだなあとはコンペでこいつを発表するだけだ <laughs> どの会社もプレゼンうまいな でも僕の敵ではないこいつら全員僕のプレゼンでぶっ倒してやるまずは資料をご覧くださいで僕も目を通してないんだったえー弊社のスーパーコンピューターにより計算された今後の日本市場は下り坂の傾向にありますですいつからうちにスパコンがですがこれから弊社がおすすめするサービスを御社で採用すれば必ずや生き残ることができるでしょうだそうですなんかざわつき始めたぞまずかったのかなえい、ー、もう知ったことか書いてあるまま読んでやるあはなんか知らないけどうちが契約勝ち取ったみたいだあははは いやーこの業界に入って30年以上になるけどあんなに素晴らしいプレゼンされたのが初めてだよ君すごいねえまあねだって僕って天才だから <laughs> うんうん天才だよ本当にあんな斬新なアイディアどうやって思いついたのいやいじゃなくてはいさすが天才は言うこと違うねよし君の会社に全てかけよう1億円の契約のつもりだったけど1000億円出そうじゃないか1000億 よっしゃー絶対に出世できる見たろよ富沢僕がお前をこき使ってやるからね <laughs> ご苦労だったねさすが富沢くんだよ1,000億の契約取ってくるなんていえいえそれほどでもまあ資料作成は私が手がきましたし野良くんが喋る内容も私が作りましたけどねあはははは次のボーナス期待していいからねありがとうございますふふんどうだった僕の評価爆上がりでしょ社長なんて言ってた出世明日から僕が社長それともボーナス100倍うん 社長は私を絶賛してたけど野良くんのことは一言も触れてなかったなえいやー本当にありがとね君のおかげで会社の未来は明るいよ私でもねおいお前まさか全て自分の手柄に当たり前でしょ上司として部下に指示を出したわけだし私の指示能力が優れてる証拠だよねこの野郎こういう時になんて言葉をかければいいんだろうそうだキャット g p t に聞いてみよう同僚を慰める言葉を教えてっと なるほどあなたが今必要なのは自分に優しくなることです時間をかけてゆっくりと回復してください私たちはあなたと共にいますうるせえあああ相変わらず最低の上司だな富沢をクビにさせるための AI 欲しいなああ今日も仕事だるいな体も疲れたし野良くんがだるいのはいつものことだが確かに体は疲れたなよしこういうのはどうだ富沢さんが僕のマッサージをしましょういいアイデアですするか上司だからね私じゃあ何ですかこの3人で温泉旅行にでも行かないかそれいいですね温泉行きたいです 僕も行きたいです。そのまま富田さんを温泉に沈めて温泉卵にしたいです。やっぱり野良くんは連れて行きたくないな。冗談ですよ。<laughs> いやー温泉街は景色がいいな。本当ですね。毎日の仕事のストレスから解放されますね。野良くんはまともに仕事してないだろ。う。お、あれなんですか、うんお、射的だ。懐かしい。お祭りとかでよくあるやつですよね。僕やってみたいです。せっかくだしやってみるか。<laughs> すごいなこんなに景品が敷き詰められてるのか。そっちの方が子供が喜ぶからな。 こんなに景品があったら適当に打っても当たりそうなもんですけどね案外難しいぞそれにただ当てるだけじゃダメだしっかりいいところに弾を当てて落とさないと富沢さんの額を狙って一番ダメ人に向けちゃダメだから小学生でも分かるよじゃあ景品を狙います何でいいと思ったんだよあれ外しちゃったほら意外と難しいんだよもう一発あれあれ全然当たらないなさすがに下手すぎない逆に難しいよ全部外すのもう開きましたあのあなたお名前ははいもっていますけど 私は FBI のものだ。え見たところ、君にはスナイパーの素質がある。バカにしてるんですか本気で言っている。あんなに敷き詰められた経費の間をすり抜けるように弾が避けていく。あれはもうプロの技だ。あ、はあ。今すぐキッチンに来てくれ。えー、まあ面白そうだし、行ってみるか。おい、野良くんちょっとこの人と遊んできます。知らない人について行っちゃダメだよ。小学生じゃん。<laughs> ここは我々の秘密基地だ。秘密基地って小学生みたいですね。 ふ、うん、冗談を言えるところも嫌いじゃないまずは契約書にサインしてくれその後で射撃の練習だわかりましたよし、では射撃練習場に行こうでは、あの的の真ん中を狙ってみてくれわかりましたあれうーん難しいっすねしっかり狙うんだ開きました早っ、まだ四発だよさっき射撃終わってからここに来たんで実質もっとやってます開きましたあの、君の弾はすべて右下に流れているから 感覚的に左上を狙ってみたらいいんじゃないかじゃあやってみます。おおー当たる当たる。すごい成長だ。やっぱり私の目は正しかった。見てたなら射的の時にアドバイスしてほしかったですね。景品もらえたかもしれないのに。君、FBI を何だと思ってるのあなたのアドバイスを踏まえてもう一回射的に行きたいです。この訓練を遊びに生かすな。世界平和のためのやつだから。僕はどうしても任天堂 t e n d s w i t c h が欲しいんですよ。あの射撃の景品のくだらなさすぎるだろ。 あと、こんなこと言いたくないけど、射的の屋台ってスイッチとかプレスとか、高価なものは取れないようになってるんだよ。えどういうこと射的の店に置いてある銃のパワーでは、どこに弾を当てても落ちないようになってるの。店側が損をしないように、なんかテープとかで貼ってあるんだよ。じゃあ、その銃貸してください。これで挑みます。これなら落とせますよね。落とせるけど、君が牢獄へ落ちちゃうね。SBI ジョークですかそんなのないよ。あとスイッチ壊れちゃうし、この銃で撃ったら。つまんないね。とにかく、世界平和は君の腕にかかっている。その自覚を持ってくれ。 君は立派な一人前のスナイパーだ。僕の嫌いな上司を銃で撃ってきてもいいですか本当に大丈夫かこんなやつ。なんかすごい組織のスナイパーになっちゃった。今日はどうやって昇進しよう西成か懐かしいな。よくここまで早がってきたな。西成ではいろんなことがあったな。高級ダンボールハウスを作って、家賃収入を稼いだり、埋蔵金を掘り当てたのに騙されたり。気になる人は過去の動画を見てね。ついでにチャンネル登録と高評価もよろしく。一番思い出に残ってるのはやっぱり500円ホテルだな。そうだ、これだ 何か新しい事業を始めて利益を拡大させたいんだが何が狙い目なのかな社長、ホテルの経営を始めるのはいかがでしょうホテル今時新しくホテルなんか始めて成功するのかなただのホテルではありません。ワンコインホテルです。ワンコインホテル一泊500円ってことそうです。そんなの大私だろ小学生みたいなことを言うんじゃない大丈夫です。必ず利益が出ます。僕に任せてください。うーん、そこまで言うならありがとうございます。<laughs> 高評価1000いったらやれそうな気がする。西成ナルでは500円ホテルが成り立ってたけど、都内でやると,なると難しいよな。何かいい方法ないかな どうぞ富澤さんコーヒーです。どうもありがとう。ももこさんビジネスというのは時には赤字も必要なのだよ。またビジネス論ですか？靴よりも手を動かしてください。サブスクでも初月無料とかあるだろ。あれは最初は赤字だけど、継続してくれるユーザーがいたり、さらに別のサービスでお金を使ってくれたり、そういうところで利益を出しているんだよ。コンビニの無料券なんかもそうだよ。ついでに他の商品を買ってくれることによって、うん分かりましたよ。仕事をしましょう。そうだ、いい方法を思いついたぞ。<laughs> 社長どうですか？この盛況ぶりはすごいな。でも500円なんだから、それは泊まりに来るでしょう。 証になっちゃうんじゃないのその心配はございません。あれを見てください。なんだこの自動販売機は水が1本300円富士山にある自販機の値段じゃないかこの自動販売機は僕が個人的に作り、商品もオリジナルです。なので売り上げは100%こっちに入ります。それはすごいけど、誰も買わないでしょ、こんなの。この500円ホテルは一度入るのに500円かかるんですよ。どういうこと一回外に出たらもう一度500円かかります。なんだそれは、詐欺じゃないかいえいえ、ちゃんと看板を見てください。イン500円と書いてあるでしょインじゃなくてインってことかわざと英語にしてわかりにくくしてるだろう。クレーム来ないのか クレームはきます。でも3回出入りしたとしても1500円ですよ。1500円で泊まれるホテルなんてありますかというふうにまくしたてればみんな確かにと言って部屋に戻ってくれます。確かに。私も確かにって思ってしまった。で500円かけて外に出るくらいなら300円の水を買おうってなるんですよ。自動販売機で。確かにそうだが自動販売機の利益だけじゃ厳しいだろう。チェックアウトの時間見ました見てないけど朝5時です。早っそんなホテルあるのか ?5 時になったら絶対出なきゃいけないのいえいえそんなことはございません。延長していただければ。延長。延長は1時間1000円です。たっか。 いや、宿泊500円が安すぎるだけか。1時間延長1000円のホテルは普通か。朝10時までいたかったら5000円の延長料金がかかるんですよ。実質5500円です。朝5時に出る人なんていないもんな。でも5500円で宿泊できるなら普通のホテルよりちょっと安いじゃないですか。まあそうか。だから納得して利用してくれるんですよ。でも中にはお金をチって無理やり朝5時に出る客もいるだろう。部屋に入った瞬間からテレビで人気の海外ドラマが第1話から流れるんですよ。そんなサービスがあるのか。なんとなく第1話を見てしまったら第2話も見たくなるでしょ。確かになんで急にドラマの話 ドラマをついつい全15話まで見たら夜更かし確定朝5時に出れるように起きるなんて無理ですそういうことかなんてずる賢い手法なんだしっかりと利益を出しています <laughs> メンバーシップ始めたからみんなもクロネコファミリーになろう素晴らしい野良くん君は課長に昇進だやったー課長に昇進あれ富沢さん何してるんですかこのホテルに泊まりに来たんだよ私のビジネスローンを形にしているような場所で研究しに来たのにまさか野良くんの発案したものなんてしかもそれで昇進だとなんでこうなるんだまあ、まあ、300円の水おごりましょうかうるさいもうやってらんないよこうなったら ちょっっと変わった店にでも飲みに行こうかな。お金ないのに30日も謹慎かよ。しょうがないからバイトでもすっか。謹慎中にできるすっごくたくさん死ぬほどお金もらえるバイト。なんかないかな。そうだ、黒猫アニメの編集者とか募集してないかな。あ、いや、ダメか。登録者数伸びてないし、今より貧乏になりそう。登録者数が1万超えてから応募しようっと。で、ちょま、何ぞこのバイト月給100万円登録工事って書いてあるけど、そんなもらえるのやばい、応募しなくちゃ。<laughs> すみません、バイトの面接に来た、乗らっすー。 早速だけど、これまで工事の経験は穴掘ったりはあります。穴そうそう、掘ったら刑務所へつながっちゃって。へへ。だったら体力に自信あるな。人の100倍割るってコメントに書いてあります。なくても今みんなが書いてくれてます。精神的にも厳しいけど大丈夫だよな。大丈夫です。お金のためなら、靴も飲めます。よし、採用、今から働いてもらうからな。やったー、バリバリ稼ぐぞ。へっへっへっなんぞこれ、想像の何万倍もきついぞ。ちょっと休憩しようっと。 <laughs> 今日のくるのかアニメも面白いやおい、何現場で寝転がりながらポテチ食って動画見てるんだよダメですっけダメに決まってんだろだって疲れちゃったし、あ、食べますいるか喉乾いたんでジュース買ってきてください買ってくるか、休憩時間じゃないんだぞ、働けえいへい、なんだよ、ちょっと休んだだけなのに会社なら文句言われないのにさ、しょうがない、働くかえ、っさ、おいさ、うんなんか硬いのにぶつかったぞまさか、ギンギン財宝で溢れる宝箱 よっしゃー、ほれほれ、掘りまくれおい、そこは掘ったらうしょー、宝箱じゃなくて油田だった今日から僕は石油王だーバカ野郎、下水管やりやがったなえ、下水うわ、くっせー、助けてーいいからふさげーとー、ふさいだーよくやった、でもうちらじゃ修理できないから今日一日そうしとろう。臭いんですけど 1ヶ月お疲れ様新人のくせによくやったないいから給料はい給料だやったー、うんなんか封筒薄くない100万円だったら10封筒は必要じゃないあああれか小切手の支払いなのかどれどれ見せてもらおうじゃないか100万円の小切手とやらをって64円だとあのすみません給料間違えてませんか99万9936円足らないんですけど何言ってんの64で間違いないよだって100万は64だし ちょっと意味がわからないんだけど。二進数って知らない二進数そう、ゼロと一で表すコンピューターで使うやつ。うちって数字は全部二進数表示だから。けー、そんなこと知るか。いいから100万円よこせよな、ね。なんなてめ。え、うちのやり方にケチつけんのか。当たり前だろ。なんだよ二進数って。どうしても払わないってなら、野良り大きネコパンチが炸裂するぞ。ね、ネコパンチだと親分、お願いします。親分んや。給料に文句でもあるんかう、あるというか、ありよりのありというか。 ないよなないよりのありというけないんだよなないですほら大事な給料だ盗まれないようにな誰がが64円なんか盗むんだよあそうだお前の絵にハガキ送ったからハガキ代もらうよはいお釣りの1円やってられっけう2週数なんて寝てたから学校で習ってないよ30日で64円とか富ミさんの会社よりブラックだな 野良くん今回はかなり無謀な仕事をお願いするいつもじゃないですか日々の残業も十分無謀ですよこのハゲ帽子でもかぶって隠せ無謀で歩くなうまいことと上司の悪口を同時に言うなまあでも今回の仕事を引き受けてくれるなら多少の警察の発言は許してやろう何すか会社に導入予定のソフトを買ってきてほしいんだけどそれだけよっぽどいつもの残業の方がきついじゃんいやそれが経理の人からお金がないと言われてしまって1億円するソフトを何とか1万円で買ってきてほしいそうだできるか頭頭おかしいいんじゃないの私も同感だよ頭の までハゲちゃったんですか。いいよ、そういうこと言っていいから。とにかく1万円で買ってきて。なんて僕なんですか。富澤が行けばいいのに。君は無駄に粘り強いだろ。値、ね、切り交渉とか得意そうじゃないか。行ってくるんだ。パワハネちゃん、さすがに無謀すぎるでしょ。なんでこんなにお金ないんだよこの会社。あ、そうだ。みんながチャンネル登録をしてくれたら会社のお金が潤うかも。みんな、よろしく。早く行ってきてくれ。こんにちは。はい。あの、この P C ソフトが欲しいんですけど。かしこまりました。 あの、大変申し上げにくいのですが、価格を少しだけ下げていただくことってできたりしますなるほど。日頃からお世話になっている会社ですし、少しくらいなら、本当ですか私個人で決められることではないので、上の者に話をしてみないことにはわからないのですが、1万円まで値下げお願いします。無理です。さっきあなたの判断だけで決められないとおっしゃってましたよね。1>, 1万円で売れないことくらい判断できます。お気をつけてお帰りください。ああ。

まだ入り口なのに戻りました。どうだった？もちろんダメでした。本気でやってるのか？やってます。じゃあもう次は1万円で帰るまで帰ってこなくていい。さ、はあ何言ってんのこの人。とにかく粘り続けるんだ。君ともう一度このオフィスで会えるのは1万円でソフトを手に入れた時だ。会いたくないな。普通に。よろしく頼んだよ。すみません。お気をつけてお帰りください。ついに顔見られて追い出されたテレビ局の顔パスと逆の状態になってる顔だけで追い出される。くそう帰ってくるなって言われたしな。この会社の会議室で寝泊まりしてやろうかな。そして毎日交渉してやるぞ。<laughs> すみません。お帰りください。 すみませんお帰りください <laughs> すみません毎日来るじゃんなんなんだよあいつ1万円で売ってくれるまで毎日来ますよ毎日来たって一緒だから早く帰って帰りますでもまた明日も来ますよ来なくていい <laughs> ただいまただいまって言ったじゃんあんたの家じゃないからいや今日は天気がいいですね世間話とかいらないよなんでこのタイミングで打ち解けようとしてるんだよ1万円で帰れまた明日友達の別れ方するな <laughs> お帰りなさいなんで先にいるんだよついに逆転されたよ にするお風呂にするおかえりなさいのコントやめてくれないそれとも1万円でソフト売るわかったよもう売るから 1> え1万円でソフト売るからもう二度と来ないでやったー粘った甲斐があった富沢に電話してやるかもしもしおおノラくん例のソフト1万円まで値切りしましたよ申し訳ないんだけど営業の手土産に持っていった菓し折りに9900円かかってるから100円まで値下げしてもらえないはあ僕の交渉術なら何でも安くできるなもしかして僕って交渉の天才 決めた今日から僕は生まれ変わるんだ今まで下手な小細工ばかりしてきたけど、真面目に頑張って働いて、富んに負けないくらいお金を稼いでやる <laughs> ノラくん、大丈夫朝からずっと休んでないみたいだけど。話しかけないでください僕は仕事人間になったのですから。仕事人間熱でもあるそれとも拾い食いしたダメよ。落っことして3秒過ぎたら食べちゃう。拾い食いなんてしませんよ心入れ替えただけですよはは、<laughs> またまた。もういいですか仕事の邪魔しないでくださいどうしよう。ノラくんが真面目になっちゃった。 お疲れちゃうみんな元気してる富沢さん、大変です。野良くんが、野良くんがどうしたのそんなに慌てちゃって。野良くんが真面目なんです。このままでは世界が破滅しますよ。あは、またまた、野良くんに限ってそんなことは。何ですか大変だ。大変だ静かにしてもらえますか気が散るんで。ごめんなさい。まったく、ここは託児所じゃないんですよ。会社なんです。仕事に集中してください。わー、野ラくんを返して。私の知ってる野良くんを返してよ。基地で性格悪くてサイコパスな野良くんを返してよ。 野良くんこのままじゃ他の人に迷惑かかるからちょっと外出ようか <laughs> 座ってよ何ですか仕事の邪魔しないでくださいよごめんだけど手を休めて話を聞いて嫌ですそ,そうそう何か注文するでしょ手を使わないで済むやつで仕事を中断したくないのでだったらストロー付きのドリンクかなえ待ってそういえば食事は食べる時間が欲しいです死んじゃう本当に野良くんが死んじゃうよお願いだから食事はしようね無理です食事しなくても死にませんが仕事をやめたら死にますいやだってお腹空くでしょ大丈夫です仕事してれば空腹を満たされます満たされないよ もういいですか資料プリントアウトしたいんで、社に帰ります。お願いだから休んでよ。ほ <laughs> らくん何ですかもう何日帰ってないのそろそろ1ヶ月ですが。だからなのかなちょっと臭いよ。それって仕事に関係あります臭いから仕事ができないなんて、余ったれたことは言わないでくださいよ。いや、できないんだけど、わさび並みに鼻にツんってくるし。ずっとあの調子なのそうなんです。飲まず食わずで寝ずに働くなんて、野良くんって超人だったんだね。感心してる場合じゃないですよ。なんとか休ませないと。しょうがない。こうなれば、奥の手だ。奥の手 え、ハワイですか仕事を休んでバケーションって言ったら、ハワイじゃないのどこの芸能人ですかそれに仕事しちゃってますけど。しちゃってるね。デスクも持参しちゃってるね。失敗だったかなグアムの方が良かったそういう問題じゃないかと。野良くん、一緒にフラダンスしないアロハーって。仕事中なんで。楽しいよ。仕事中なんで。見向きもしません。いっそのこと、ハワイの海に落としてみようか。今の野良くんなら呼吸せずに仕事する可能性も。ありえるね。ごめん、ダメだった。 心も体も微動だにしなかったですね。私にはいい休暇になりましたけど。絶対にうまくいくって思ったんだけどな。富沢さん、浅いですよ。やっぱりあ、そうだ。今日給料日だ。給料明細預かってるよ。ありがとうございます。野良くんも。給料だ給料だ給料でーああ。あああああ野良くんの穴という穴から煙が。どうしたの残業200時間したのに手取り増えてないなんて、むしろ減った今月から税金が上がったからね。なんとか保険料もですよね。<laughs> 大変だ。息してません。なんだって帰ってこい、野良くん。野良くん、カーメバークへーへへ,へ早く川を渡るところだった。はーダメです。給料明細隠してください。野良くんに見せちゃダメです。えぇ、ー、こんなものを。<laughs> でなんで働くの馬鹿らしくなったそうです。一緒に踊るアロヘー。私は、いいや。私も、っていうか、ゼロか100しかないのっていうか、野良くん、いたずらより真面目に働く才能はあるんじゃ。 野らくんの過去のいたずらが気になる人は過去の動画をチェックしてね。